いや、ちょ、本当に色出た。あー、出てしまった。耐えていく。見て、渦潮のダメージこれだからね。見てこれ。特防6段階上昇の防御5段階上昇。はい、対戦よろしくお願いしますということで、本日は、冒頭見ていただいた通り色違いの城ですな使っていこうと思います。なんかね、あのフェルミ研究所の性同一障害になるとどうなるのかっていう動画見ながら厳選してたら色違えてましたね。フェルミ研究所さん、ありがとうございます。これとりあえず城ですなから入っていいですかね。相手ねカメックスから来てカラヤブとかしてくる可能性もあるんですけど、あとねウーラオス正直ね城ですなね通用しないんですよね。これウーラオスはあの水流連打で急所にバリバリ当ててくる系の人なんで、正直言うと、まあ、有効ではないんですよねウーラオスに対しては。そうだな、どこがいいかな。これ全体的な刺さり見てとりあえず耳っきは入れときたくてってなると、こっちもまあ番技警戒とかもありつつのウーラオスっていう感じでいきましょうか。もっといい選手あったかもしれない。対戦よろしくお願いいたしますということで、まあ、フェリー研究所さん、あのおすすめですよ私。さあ白ですな、見てこのもう完全にさ見た目がこんにゃくなんだよねこいつ。最初ねなんか黒ですなっていう名前にしてたんだけど、っていうかとりあえずこれドアスでしょ。あのね努力値ぶりをねミスったからね一回リセットしたんだったわ。そうこの人に見た目めっちゃこんにゃくみたいだからこんにゃくっていう名前つけてたんですけど、とりあえずこれはサニー号起点にドアスレを振っていくことにより特防を上げていくと。鬼火されていくけど、まあめんどくさいっちゃめんどくさいですね正直。これでなんかちまちま削られるのも正直めんどくさいところではあるけど、とりあえず白ですなは防御が110でなんと特攻が100って結構ねなんか耐久寄りなのかって思ってみれば特攻も高いってことで、あとこの熱さの大地、新技の熱さの大地とかも覚えさせてるんで、まあ、ワンチャン相手をやけどにしてでこっちは耐久しつつちまちま殴っていこうみたいな目論みもあったりするんですけど、これシャドーボールの打ち合いになるのはよろしくないなあんまりな。これこれで、ね、しかしそうなんだよね、ドアスレで特防になんか上げてるからめっちゃ上がらないんだけど、ちょっと待ってくれよ、なんでお前ばっかそんなさ特防下がるん。待て、これカメックス出してきたぞ相手。めっちゃ刺さるんじゃないか。そして白ですなの特性は水固めって言って、この水固め何をするかと言いますと、あの相手の水攻撃を受けた時に防御が2段階上がるんですよ。ってことで、ただこれ相手がワンチャン、ここで殻を破るをしてくる可能性があるんで、ちょっとこれは砂集めして HP 回復を一旦しましょうか。ネット普通に打ってくる。いや、ネットごときだったら、そう、半減味持たせてるんで、もう余裕で耐えると思う。多分この体力の半分も削れない。ほら、見てこの、やばすぎこのダメージ。そして水固めで防御が上がっていくから、もうクソクソもうガチガチガンってやつ。これ白ですなの砂集めをしてって、まあなあ、まあ問題はこれやけどダメージでそのうち死ぬんじゃねえかっていうのがあるんですけど、とりあえずこれでちょっと見てもらう、これどんだけ防御が上がっているかっていうのを見て、ほら特防3段階防御2段階でクソ硬白ですながこれで出ちゃってるんだけど、とりあえずこれ熱さの大地打って相手をワンチャンやけどにしつつ、あれしようか、そのやけどダメージでちまちま殴っていくみたいな感じでやっていきたいところなんですけども、あ、ここで殻を破るしてくるか。ここでね相手ダイマックスしてくる可能性もあるんで、こっちもあれ読み、ダイマ読み、こっちもダイマしてダイウォールとかして枯らしていくみたいな感じのことをしていきたいところではあるんですけど、まあそうだな、ここで燃えてくれれば嬉しいな正直私的には。燃えろ、ボッ、俺のやけどか。いやけどさすがにこっち特防3段階上がってるからそうそう死なないと思うんですよ。なんでここは相手がダイマダイジェットをしてきたとしても砂集めで HP を回復していくと、そういう作戦。冷凍ビーム、あーなるほど、何読み冷凍ビームだそれは。っていうかこっちもね何かしらの、あの有効打がないとね削りきれないんですよね相手を。相手ダイマックスしてきた、やべえ、ここねドアスレ積もうかどうか悩んであれしたんですけど、普通に熱さの大地でもやし狙いであれしたんですけど普通に居座ったんだけど、うわ来たダイマックスだ。これじゃん、継続ダメージさ出してくるような相手、やけどとこのなんだっけ巨大マックスカメックスの継続ダメージでさ、継続の継続みたいな。やべ、あぶねえけど、いやちょっと待ってこれ死んだ臭いな、ちょっと待って。いやじゃあここそうだな、水固めで B 上がるんだけど、これ水固めで B が上がりまくっていうのはいいんですけど、ちょ燃やせお前、燃やせ、燃やしてくれ、急所当てて燃やしていいよ、燃やして、ダメか。はい、退場ということで。いやけどこの城ですなの圧倒的耐久は皆さんにはね分かっていただけたんじゃないかなっていう感じなんだけど、
とりあえずこれ、水タイプを出しておけば、相手のダイマックス技、相手のダイマックス技は水タイプのポケモン以外に、数ターン継続ダメージを与えるみたいな感じのやつなんで、ここはそうだな、こっちも対抗して水タイプポケモンを出しつつ、ってなると、相手のね、このね、殻を破るが急にね、怖くなってくるんですよね。いや、あそこで、やっぱ特防を上げておくべきだったかもしれないですね。いやけど、どちらにせよあれか、耐えなかったか。ということで、これは、どうだろうな、第3ダーで落ちると思うんですけどね。で、向こうよりかは、あ、じゃあ、多分向こうの方が早い。殻を破ってることによって、素早さが2段階上がってるんで、おそらく、こっちよりかは向こうの方が早いと。ウーラオスは素早さ種族士がどんなもんだったっけ ?97、6 とかで、まあ、耳距離1早いぐらいなんですけど、まあ、最速にしてるとて、さすがに、まあ、SO2 段階上げられてるカメックスよりかは下を行ってしまうので、なんとか、2ターン耐えていきたい。お気持ち表明はしておきつつ、完全に背中がミツハニ、いやーきついな、逃げ鍛えなさそうだよね。第3弾これで落としてくれれば嬉しい。急所アテラン、うん、いやー無理っぽいな、けどこれで継続ダメージを食らわない分だけ、まあ、割かしありがたいっちゃありがたいんですよね。で、ね、大ボールを持っていればここで、まあ、もう一旦ね相手を枯らせることはできたんだけど、ここをナックルで落とせそうだから、ナックルであれしつつ、なんだっけ、栄養上げつつ、あ、それかね、ジェットとかでもよかったですね。とりあえずここの砲撃でなんか高乱数とかを引いて落ちないことをまずは願っていく。とっくに鋼のライフはゼロよ。わかりましたよ、結局私が全部解決すればいいんでしょと言わんばかりに耳気を出していって、でなるなら裏のあの人誰だっけ、サニーゴとかを貫かないといけないってなるなら、ここに一旦研磨しとかないと火力が足りないと思うんですよね。なんでここはとりあえず相手の攻撃を化けの皮で受けつつ、ネットちょっとそれ燃えるとマジでやばいから、燃えるなやめろ、燃えるな、耐えたくさいか、オッケー、これでとりあえず燃えないのはもうありがたい限り、これで燃えてしまうと火力が半減しちゃうからマジでクソだったんだけど、まあ、とりあえずこれで研磨を撒いたことによってあれできると。いや、さっきのさ、ダイジェット一発詰めばさ倒せたかな、相手のさ誰だっけ、あの人カメックス倒せたかなっていうか、割りかしダメージ食らうな。でとりあえずここは研磨一旦積んだんで、シャドウクロでまあ落ちると思うんで、いや違う、これ影打ちだ、影打ちしてカメックス落として、で残り1体が何かによりますね、残り1体が何かによってはまあなんか倒せるとは思うんだけど、とりあえず、サニーゴは突破できるんで、もう1体によるファイヤロー音が来られるともう無理かな、これ。とりあえずサニーゴキーノ。で、これはとりあえずシャドクロで落ちると思うんで、シャドクロで落としつつ、さすがに向こうよりかはこっちの方が早いんで、シャドクロ落とし、ふん、オッケーオッケー。で、ラス1頼む。ちょっとなんか勝てそうなやつ、勝てそう。うわー、マジで。はい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 。勝てそうなやつ来てくれれば嬉しい。あ、言わんばかりに、渦潮、オッケーオッケー、しっかりと当てて、いや、俺は、ちゃんと、ここは、耐えていく。見て、渦潮のダメージこれだからね。あ、クイックターンして戻っていくってことか。ただこれクイックターンを食らうことによって、さらに、防御が、何回、水固めによって上がっていくと。見てこれ。特防、6段階上昇の防御5段階上昇。これさ、俺、ダイマするか。はい、対戦よろしくお願いします。これ、あえてルカリオとか来る可能性も全然あるんですけど、ドラピオンね、地面タイプが抜群入るんで、これ、白デスナが実は生きると、相手な、水技を打ってきそうな相手が全然いないから、とりあえずどうしようかなっていう感じなんですけど、あと、裏にロトムも欲しいし、カバー相手に、オリランダーも欲しいところであるんですけど、ただね、あくびループをされ始めると、まあ、ミミッキュの大フェアリーとかで止めないといけないのかな、みたいなことを考えると、ミミッキュも入れておきたいところなんですよね。いやそうだな、いやミミッキュは入れて、とりあえずミミッキュ入れのロトムかゴリランダーなんですけど、ロトム入れようか、これな、対戦よろしくお願いします。カバルドンがこうなるとな、ちょっときついんだよな、どうしましょうかね、カバルドンね。まあ対戦よろしくお願いします、頑張っていきましょうということで、まあ白ですな、何がどこのポケモンに強いかなって考えた時に、なんかね、あ、これ色違いでしょ、考えた時に多分こいつね、めっちゃギャラドスに強いと思うんだよね、この白ですな。っていうのも、その相手の滝登りとかは余裕で多分はね、半減身とか合わせると半分も食らうか食らわないかくらいで耐えるし、
でね、それによって防御もガンガン上がっていくからっていう感じで、そう考えるとね、ギャラドスに対して白デスナめっちゃ強いんじゃないかなっていう感じではあるんだけど、これ自爆コイル引っ込めてきそうだけどなって言おうとしたけど、ここ悪巧みしてくるんだ。あーなるほどなるほど。だからそれに合わせて特攻が相手グーンと上がっているのに合わせて、こっちもド忘れで特防をグーンと上げていくっていう、この結局プラマイゼロお互い何も生まないっていうこの一ターンを。けど自爆コイルってさ、別にさ白デスナに対してそんなに有効だなくない？これ俺もう一回ド忘れ積んでいいですか？悪だく、ちょっと待ってちょっと待って、これどっちがさ先に攻撃するかみたいなレースになってません？これもしかして。いいよいいよ、最後まで付き合おう。じゃあのどっちも5段階上昇させようぜ。そうしたらよ、お付き合ってやるよお前、来いよさっさとよ。とりあえずこっちももう一回ド忘れしつつ、ってなったらさ、これさもう意表ついてさ、あのダイマーダイアースとかしちゃダメですか俺？どっちも5段階上昇させようぜ。そうしたらよ、わかりました、ここ私にあの熱さの大地して、あの先駆けするわ、悪だく見してくる、そこを私は攻撃していきます。あ、ただこれでな、弱点保険とか持たれてちょっとめっちゃ怖いけどな。まあけどこれで相手が6段階上昇に合わせてこっちは4段階上昇。いやーちょっと待ってって考えたら、これもしかしたらあれした方が良かったかもしれない。あ、ゾロワークちゃんか。そっかそっか。ってなるとなんかあんのか。あ、悪タイプが抜群なのか。ってなるとちょっとまずいな。これ相手ダイマしてくるかな。ここまで積んできたらさ、俺ダイマしてきそうなんだけどさ、それに合わせてこっちもダイマいいですかね。ダイマックス、ダイアースで、俺落とせ、いや落とせないかな、ギリギリ。ってだったとしても、まあ、とりあえず2ターン目ダイアースじゃなくてダイウォールとかで耐えようっていう目論見、あ、ダイマックスしてこなさそう、これもしかして。ワンチャンさ、いやけどどうだろうな、相手ね、さすがに、白ですな、素早さ出力値が確か30いくつとかしかないんで、まあ、ここでダイマックスをしないってことはもうしないんですよね。なんで、ここで、まあ、とりあえずここ確実に耐えれるのは耐えれるんですけど、HP384 ってちょい高めっすね、白ですなね。で、これで、ナイトバースト、耐えろ。オッケーオッケー。やけど、これ二角だぞ、これ。とりあえず、ここで倒せ。頼む、倒してくれ、白ですな。ふーん。ドドドドドドーン。オッケーオッケー。とりあえず、ゾロアーク突破して、で、裏のポケモンによるけどな、これでなんか、変なポケモンであるならば、あれできるんですけど、ってな、これ、多分、ダイマックスしなかったら殺されてたんで、まあまあ、とりあえず、ここのダイマックスは正解って言ってもいいのかもしれないと。結局、本物の自爆コイル来て、ただ結局、ここでゾロアークを勝利しておかないと、裏の、誰だったっけ、あの人、耳球とかもめっちゃきつかったんで、まあ、ここはとりあえずいいんじゃないかなっていう感じで、あと、自爆コイルがダイマックスしてくる可能性もあるけど、うわお前、自爆コイルじゃ何もできなかっただろ。これは誰からだ、誰、びっくりした、え、サニーゴーンか、はいはいはい、なんかめっちゃハゲのポケモン来たなって言おうとしたけど、サニーゴーン確かさ特攻140はあるんだよね、こいつ145、確か剣盾のレートで使えるポケモンの中では一番あれが高いんですよね、特攻が高いんで、正直ここの対面あんまりよろしくないのかもしれないんですよね。だからサニーゴーンってのはあんま見ないからな、何してくっか正直いまいち分かってないところなんですけど、だからあんまりね裏にも引きたくないんですよね。サニーゴーンちょっと重いか、こう考えると。まあ、ミミッキュ出してもいいんですけど、後出しであんま出したくないなっていう感じがあるんで、とりあえずこれは背負って、あ、たたり目か、とりあえずこれ背負って、いや耐えるやろ、一発くらい、オッケー、いや耐えるけどだ、これ半減したとて受け切らんくね、これもしかして。いや、わからん。ギギ耐える？これ。どうなんだろう。一回砂集めしていいですか？砂集め半分あれするんで、もしここ耐えたとするならば、恨み、ワンチャンって思ったんだけど、どう？あ、てかこれなんだっけ？ド忘れ4削った？嘘だろめんどくさ、そんな技持ってるのか。はい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 。PP を蹴らす系、蹴らす系じゃない、削る系ね。とりあえずこれで、HP 回復しつつ、ただド忘れ PP20 ありますから、これは正直あんまり痛くないところであるけど、もう一回ド忘れ積んでいい？もう一回ド忘れ積むよ、俺。特防が、まあ、そんなに高くないから、たたり目で多分これ半分ちょい削れるかなっていうか、おい、この耐久力だよ、みんな。見てるか、みんな。白デスナ耐久力を恐れおののけおののか、とりあえずこれは、特防をぐん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 と上げて、もう一回砂集めしますか、もう一回砂集めして、HP 管理しつつ、シャドーボールでチクチクと殴っていくみたいな感じでもいいんじゃないでしょうか。で、これ、まあ、その、さっき、あれしたから、特防上げたから、もう一回恨みしてくる可能性もあるんだけど、とりあえず、こうやって積みまくって、サニーゴーンじゃ何もできない状況を作っていこうと。いや、マジで水固め起動してないけど、シンプルに、まあ、相手突破できないだろ、このポケモン。なんですよね、サニーゴーンよりも、サニーゴ使ってる、サニーゴに進化の奇跡持たせて使ってる人が多いんで、進化の奇跡は、進化前のポケモン持たせると、防御と特防が 1.5 倍だったかなとかになるっていうアイテムなんで、そのガラルサニーゴに、その進化の奇跡を持たせて使ってる人が大半なんで、サニーゴーン使ってる人って結構珍しいんですよね。なるほどな、けど面白いな。たたり目してくるが、それはほぼ入らないと見る。
急所だろそれ。バカ。私はお前を許さない。